ルくんのお母さん。よかった、口に合って。母さんの料理は最高だよ。これもアルのおかげだよ。こんな美味しい料理は何百年ぶりだろう。そんなに？ちょっと大げさでしたね。うまいうまい。母さん、ありがとう。アルが何考えているんだか、母さんわからないけど、みんなが悲しむのではなく喜ぶことなら、母さん応援するわね。うん、ありがとう。遅かったな。二人で作戦会議でもしてたのか？何を勘違いしている。私たちは君への挑戦権をかけて一戦交えた。だが決着はつかなかった。小僧、貴様へのリベンジもバローとの決着もまとめて型をつけてくれるわ。最後に立っているのはこの私だ。小僧だからって、うん、甘く見んなよ。ますます図に乗ってる。ニーナが言ったこと全然分かってないっぷ。そろそろ見せてやるよ、俺の本気を。マジンよ。なんだあれは。もしやあれが力の源か。プトン、必殺英雄破壊拳。ガルス様。バロー様。これほどとは。俺一人じゃ俺にはかなわないぜ。二人がかりで来いよ。コケにされたままで助けなど借りられるか。気が合うじゃないか。私も同じ意見だ。どっからでもかかってきやがれ。俺様はメイプルアイランド。貴様、この世界の頂点に立つ。やめろ。俺が英雄だ。許さん。ガレス、超必殺ブレイブブースター、アタック。これでいいかい、アル君。うん、ありがとう。俺の負けだ。煮るなり焼くなり好きにしろ。小僧、最後の一撃わざと受けたな。これはあくまでも推測だが、君は私たちを窮地に追い込むことで協力させようとしたんじゃないか、うん、私たちに昔を思い出させるために。力を合わせ邪悪な者たちを迎え撃った頃のわしらはまだ親友だったからな。バロンもガルスもさすがだな。魔法の力を持ってなくてもこんなに強いなんてすごいや。きっと父さんも。こいつを返してもらうぜ。あ、これはもともと魔法族のもの。悪用されないように保管しとくよ。そりゃないよ、とんだ骨折り損だぜ。
なるほどな。すべて合点がいった。だが小僧、残念だったな。わしは人間なんぞの思惑通りには動かん。待てよガルス。忌むべき存在である人間に私とガルスの問題に首を突っ込んでほしくはない。バロー、くそー、バカ野郎、石頭。あ、ある、ある、ある。おう、軽く世界征服でもしてみるか。もうあん、使うのは弱い者いじめと変わんないっぷ。おバカだね。それは私が魔法の腕輪を持ってない時の理屈。プー、持ってたら思いっきり使うに決まってるでしょ。おお、あれは魔法の腕輪に宿りし魔人。私にも力を与えておくれ。残念だが力は全て使い果たした。回復するまでしばしの時間が必要だ。どのくらいかかるの？千年。では、うでガッパチャ。ねえ父さん、父さんならどうやってみんなをまとめるだろうな。父さん、周りはカビだらけ。それはなんと雑多団の仕業だった。次回メープルストーリー、雨雨じめじめ大混乱。心はいつも快晴だぜ。この番組は簡単楽しいオンラインゲームのネクソンとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。